小山神社。小山神社は、石川県金沢市、小山町に所在する神社。江戸時代後期から、明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。主催神は、加賀藩の藩祖、前田利家で、創建は1873年。旧社格は、別格官兵社。境内摂社に、歴代藩主を祀った金谷神社がある。神門は、 津田吉之助によって建てられたもので、重要文化財に指定されている。例祭は、年家の命日である4月27日。慶長4年、1599年に、前田利家が没すると、前田利長はその霊を祀ろうとしたが、公然と祭るには、はばかるところがあったので、古市中国伊水軍の式内社物ノノ神社、玄都山県高岡市東海老坂に兵士さていた。 やわたを勘定して、金沢城の東に、宇達つ八幡社を建て、ここに移行しした。この神社は、幕末になると、藩の財政が乏しくなり、後輩が目立つようになった。明治時代になって、1872年、明治5年に、京部省出資家藤里郎（元金沢藩の県大族、宣教係で、後に、小山神社の社主と石川県三治、桐山住高が、 新たに藩宗を祀る神社を建てる計画をする。旧藩神が集まり、前田とさ守る家の前田直信が代表になり、1873年、明治六年金沢城の金谷出丸の跡地に新たに混流することとなった。元の宇達八幡社は、明治11年、1878年、宇田主神社となっている。1873年、明治六年3月に政府より、 神社創立許可が出て、同月十四日に創建し、社号を、小山神社とした。同月三十日に、千八百七十一年、明治四年七月、宇達山三社の一つである、宇達山天神社に一時的に先座っていた心臓を、小山神社に先座した。十一月十六日には、時の県令、内田政府をはじめとする管理が三列して、宇達山やわ宮より、 心霊潜座が行われた。当初、社格は豪社に、列格され、翌年に県者に昇格する。1873年、明治6年11月には、前田家当主、前田成康のこの小乗り政、大正寺藩知事、前田俊香が説教を行っている。次々と、経団施設が整えられていく中、1875年、明治8年11月に、 特徴的な新門が増流されることとなる。この新門は、長谷川淳也、大塚志郎により計画され、長谷川屋出入りの大工、津田吉之助、1827年から1890年によって建てられ、1879年、明治12年7月には、前田利長、前田利常が愛殿に祀られる。同年9月には、歴代藩主を祀る、境内として、 金谷神社が創建される。1874年、明治7年3月に、石川県中教院が設置された。同年5月1日には、中教院神殿の祭神与柱、造家、三上、天照大臣の鎮座式が、前田都家を祭主として、県令、県下新職僧侶3列の上で行われた。1902年、明治35年4月26日、 長年の昇格生願運動が実り、米沢の上杉神社と同時に別格官兵舎に昇格している。七月三日から五日には昇格が祭が行われた。本殿と拝殿は1873年、明治六年に建てたものである。小山神社、愛殿にそれぞれ次の神が祀られている。1891年、明治二十四年は、前田利家による金沢城。 修築1592年、天正20年より300年前であったため、初代金沢市長、稲垣義恵が、金沢城、修築300年祭を行うことを提案し、同年10月11日から15日に行われた。11日の祭典には、前田都市嗣夫妻も出席して取り行われた。祭典費として都市嗣は1000円を寄付している。また天皇は、 平白料二十円をお貸ししている。十三日には、初めての三越渡魚が、かつての前田家行き組式、備え王を模して行われた。1899年、明治三十二年は、前田利家の死後三百年にあたり、前田家の旧家老屋家であった、本田誠意、横山隆兵、久勝連羅の計画で、前田利家三百年祭、風国祭りが行われた。 期間は4月27日から5月3日の7日間であった。29日に、前田利次を採取に、前田都市を副採取にして採取が取り行われた。石川県知事、三39郎が方兵士として参列した。三越渡業が1日2日に行われたが、大盛況だったという。現在毎年6月中旬に行われている100万国。祭りは1923年。 大正12年より、風国祭りに合わせて、金沢主催として行われるようになった、宝祝行事に起源するものである。終戦により、小山神社法参会が主催となり、一祭りとしては行われなくなったが、1952年、昭和27年により、金沢市と金沢商工会議所が中心となって、行われている。小山神社新門は、当領。 津田吉之助の設計志向により1875年、明治8年11月に完成した洋風建築を模した、義洋風建築の中でも中国風の混入した数、少ない例の一つである。一階を木骨レンガ作り市長府の三連アーチとし、二階三階を木造漆喰塗りで木座端を追うごとに小さく作っている。各階の肩が垂直ではなく竜宮城のようにカーブ。 しており、中国南方の寺院の門の作りになっている。屋根には、平井針が設置されている。用途は、神社の正門であるが、最上階には、色ガラスがはめられ、灯台の役割を果たしていたと、伝えられている。が、現在はビルなどの高層建造物がたくさん、建てられたことや、空気の透明度が落ちたことなどら現在は見えない。減少した、参拝客確保のために、 このような奇抜な新門が建てられた。もともとは金沢城二の丸五殿で利用されていた。二の丸五殿はたびたび火事にあっているが、その際この門は一度も燃えなかった。その理由としては立派な竜の彫刻が施されており、この竜が水を吹いて火災を免れたという伝説がある。作者名は不明。その後、金沢城は廃城となり、金沢城跡が 陸軍の拠点となると、訓練などに支障が出るとして、宇達山の寺院に移動された。なお、この後にも陸軍が二の丸御殿で火事を起こしている。宇達山の寺院がなくなると、小山神社に移され、現在は、裏門として利用されている。小山神社が建設される前に、この地にあった、金沢城金谷御殿の庭に手を加えて、今に至る。別名は、楽器の庭。 琴をモチーフにした言葉しやびわをイメージした、びわ島など、主に日本の画学で使われる楽器や楽器を演奏するための衣装などをモチーフにした橋や島から成り立つ。境内に拙者は4社ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。